島第一原子力発電所の事故から8年。毎日およそ4000人が廃炉に向けて懸命に作業しています。廃炉に向けて様々な課題に対してそのリスクを低減させる作業を行ってきました。2011年12月に冷温停止状態を達成して以降、燃料デブリと呼ばれる原子炉内で溶けて固まった燃料に継続的に注水し、安定冷却を維持しています。これにより各号機とも安定した状態が維持されています。また東日本大震災と同規模の地震や津波があっても原子炉が入った建物は壊れないことがコンピュータ解析などにより確認されています。加えて万が一に備えバックアップ電源や注水手段などを用意するとともに重層的に訓練も行っています。事故直後より増え続けていた汚染水に対しては、建屋の周辺をぐるりと囲った氷の壁を構築することや、地下水汲み上げ設備の増強などにより、建屋への地下水流入などで発生する汚染水の量を低減させる効果が出ています。一番最後まで開けといた未凍結区間というところを併合を始めまして、これで当然全周にわたって凍結運転を開始したんですけども、その後順調に温度は低下していて、で、効果としては建屋に入る水の量とかもずっと少なくなってきたっていうことがデータとして示されてきているので、非常に効果が出てきたなと思っています。今後はしっかり凍土壁の水を止めるという性能をきちんと維持する、建屋へ入る地下水の水が少なくなれば新たな汚染水が増えるっていうことがぐぐっとこう抑えられてくると思いますので、しっかりとですね、日々のいろいろ計測しながら問題がないかということを確認しながらですね、凍土壁を維持していきたいと考えてます。さらに汚染水が海へ流れ出ないように鉄の壁を護岸に設置しています。こうした取り組みにより周辺海域の放射性物質濃度が大幅に低減された状態を維持しています。安定した状態が続いていることから基準値を下回ることが確認された海産物は試験操業、販売を開始しており、その対象魚種は拡大しています。現場の労働環境も大きく改善されました。事故直後の防護服に比べて現在ではおよそ 96% の敷地エリアで一般作業服での作業が可能となりました。またシャワールームや食堂もでき、現在では一般の作業現場と変わらない環境になってきています。廃炉に向けた取り組みではプール内にあった使用済み燃料数が最も多く、全体の約半数を占めていた4号機は最優先で作業を進め、2014年12月に全ての燃料取り出しを完了しました。これまでの取り組みを有識者も次のように評価しています。私は事故の直後から福島第一原発の現場に行っていますが、今では全く見違えるほど変わっていますね。福島第一原発の作業員、サプライチェーン、エンジニア、作業に関わる全員が休むことなく本当に献身的に働いてきました。その成果は作業に携わる人々の全身全霊を捧げた働きと技術的知見の賜物だと思っています。続いて残された廃炉の課題と今後の取り組みについてです。
30年から40年かかる見込みの今後の廃炉作業は大きく3つに分けられ、使用済み燃料プールからの燃料の取り出し、燃料デブリと呼ばれる原子炉内で溶けて固まった燃料の取り出し、原子炉施設の解体などです。このうち現在取り組みを進めている2つの作業を詳しく見ていきます。まず建屋に山積する瓦礫を撤去し、作業環境を整えた上で、大きなリスク源である使用済み燃料プールに保管された燃料を取り出すとともに、燃料デブリを取り出します。使用済み燃料プールからの燃料取り出しについては、1号機と2号機で瓦礫の撤去や内部調査が着実に進んでいます。3号機は次のステップに進んでおり、建屋上部にプール内の瓦礫の撤去や燃料を取り出すための設備の設置が進められ、トラブルなどもありましたが、安全対策を行った上で取り出し作業を進めていきます。これらの作業中、ダスト飛散防止対策を徹底しており、これまでに作業に伴うダストモニタの警報発令はなく、モニタリングポストの大きな変動は出ておりません。燃料デブリ取り出しに向けては、まず原子炉容器内の状況把握が必要です。高線量で過酷な環境下ですが、遠隔ロボットなど様々な技術を結集することにより、少しずつ部内の状況が分かってきています。例えば2号機での遠隔カメラの調査により、作業用足場より下の部分で小石状や粘土状に広がっている堆積物が確認され、これらの一部が燃料デブリであると考えられます。さらに冷却水が雨のように滴り落ち、堆積物の上に溜まっている状況も分かり、全体的に冷却状態が維持されていることが確認されました。今後の燃料デブリ取り出しに向けて、遠隔操作を行うロボットアームの開発など、さまざまな取り組みを進めています。事故からおよそ8年を経て、着実に廃炉に向けて進捗しています。今後この廃炉作業は30年から40年かかる見込みですが、国内外の英知を結集し、国も前面に立ってやり遂げてまいります。